公平は、公に、平らなこと、すなわち一定の集団において、偏らないということである。人間には、先に手を出した者勝ちとか、偏り、エッコ非いき、仲間外れなどが付きものである。公平とは、義務履行の結果として、平らに報じるとの概念である。集団において、公平を目指し、公平に物事を進めるためには、その集団におけるこの形状によらない。 したがって、個人の利益を優先したり、個人の主観で判断することは避けなければならず、このため、公平無視という概念も存在する。ちなみに、この上なく公平であることを意味する、思考紙幣という言葉が存在するが、滅多に使われない。その一方、集団や個人において、公平の否定形である不公平の概念も使用される。東洋においての平等は、差別、 不正、独占などを廃止、履行しないものに対しても優遇せず、義務に準拠しないものに対しても偏りなく分け合う、概念を表す場合が多い。こうに、平等という意味の公平であるが、実際には、平等とは異なるものと言える。例えば、三個のリンゴを三人で分けるとき、一人一個、ずつなら、平等かというと、リンゴの代償や味などの要素があり、厳密には異なる。 大きさについては、年の順で年少からあるいは年長から大きいものを取っていくなどという決め方も考えられるが、味の方は外見ではわからないので、結果が平等とは限らない。また、カステラを3等分する場合、もし金尺とノギスを使って厳密に測って3等分しようとしても、真ん中と端では異なる。そもそも、 物差しがあっても普通は目測で3等分することになる。厳密に3等分されることは期待できないので、おおよそ3等分だろうというところを切り、切らなかった人から好きなところを取っていくなどのやり方をしたり、あるいはじゃんけんで決めたりする。私はカステラが嫌いだから2人で半分ずつにしてくれ、と一人が言う場合もあるだろう。 いずれも、少なくともその場にいる三人が納得していれば、平等よりは、公平がふさわしい、場合と言える。イメージバイオウィキペディアアバウトインパルシャリティ。しかし、現実に、公平という概念が適用されるのは、具体的非禁な事例だけではない。社会学の分野では、例えば、公平判断は、当該社会における社会的資源や、生活機会を所与としたときに、 評価者が正しいと考える配分原理をもとに生じるであろう仮想的配分を基準にして現実の配分状況がどれだけ逸脱しているかという評価であるといった定義がなされることがある人間の社会的資源や生活機会はリンゴやカステラの分配にとどまるものではないことは自明であろうが評価者が正しいと考える原理に基づく 配分結果と現実の配分状況との異なり、具合を評価するということは、公平かどうかの判断が、評価者によって異なる、すなわち評価者の主観次第で、公平な結果が異なってくることを示唆している。そして、人間の社会的資源や、生活機会には、抽象的な存在も、多数含まれ、その配分自体が評価することの困難な場合も、少なくない。 従って人によって公平が異なることが十分に考えられる。その場合、客観的虚手的な公平とは別に分配に参加する人々の公平感を失わないような分配方法を重視することがある。人によって異なる正しいと感じることのできる配分原理にどうやって当てはまる分配方法にするのか、他に分配対象者がいても、 自分の一人取りが正しいという人もいるかもしれず、運営が困難な局面も出てくることになる。公平感については、社会全体における資源や、機械の分布、あるいはその配分原理の正当性を、どう感じ、解釈するかと関わるものともいえ、社会全体の中で、特定の人が得ている資源や機械に対して抱く、満足感と対比される概念であるということができる。 一方、個人的主観をも含む公平とは異なる客観的挙手的、あるいは一般的な公平も議論されている。応用数理学における公平分割理論などがそれに該当する。公平性を担保する一つの条件として、同一条件同一処遇が挙げられる。一つの条件に対し対応する処遇が二つある場合、 数学的に写像ではなく不公平が生じる前提となる。例えば同一条件で5時間働いた人物に対し最初から1万円払う無報酬とするという2つの処遇が示されている場合である。また、1963年発表されたエクイティセオリーの中でジェイス・アダムズは人々が投入に対する報酬の比が すべて一定であると感じることをエクイティとしており、この場合、参加者の交換率の平等が公平の本質であるということもできる。このような処遇が示されている場合、同一学年に対する処遇は常に一定であり、この意味では公平である。しかし、果物の種類や個数の設定は平等とは言い難く、また果物である以上それぞれのばらつきも考慮しなくてはならない。 特に学年別の部屋ではない場合、公平な処遇とは感じづらい例と言える。AB 運の道郎、斉藤由里子、1990、公平感と満足度、社会評価の構造と、社会的地位、原淳介編、現代日本の階層構造に階層意識の動態。 東京大学出版会 ISBN978 から4から13から055082から6なお客中へは P98AB 斎藤ゆり子2006公平の論理誰をどのように含めるのかありがとうございます